の学力アップ塾。はいはいはい、テレビの前の良い子たち、あんたおじさまだった。毎度毎度晴れドキドキ豚を見てくれちゃったりしてありがとうございます。お、お手紙が届いているようですね。練馬区にお住まいの SW さんから。金貸してくれ。はい、全然関係ないおはがきありがとうございました。そんな簡単に金が貸せるかっていうの。それではサクサク番組スタート。美しいのですね。この拍手は私の美しさに送られているのですね。和子先生、ご自分の美しさに寄ってるとこ申し訳ないんですけど、教室の掃除終わったんで帰ります。じゃあ。待って、ノリアス君。丸顔な僕に何か。あら、本当にまん丸。ノリアス君、夏休みの宿題これっぽっちもやってこなかったけど、まさか。和子先生、聞いてください。アーベマリー。聞いちゃいないし。聞いてますよ、なんとなく。あ、そう、じゃあ語ります。うちのママ相変わらず勉強させてくれないです。勉強勉強楽しいな。のりちゃん、うわ、ほんとにこの言葉、ちょっと目を離すとすぐ勉強するんだから、どうして遊ばないの。もうすぐ20これはミルクステーキって、あたし絵的に邪魔ですね。ママいつもぎゅずぽーくって言ってるでしょ。これからの世の中、手に職、足に職、体力だけが頼りで。もうすぐ泣きに入るにならないでよ。バブルがポーン。で、毎度毎度お決まりのセリフを言わせないでちょうだい。ちゃぶ台ギャップ台。お母さん、そんな怖い顔でダジャレ言わなくても。さあご一緒に。癒されるし。生きていくのに必要なのは、1に体力、2に体力、3にもあって、4に体力。私たちは嫌だな。それいけ、チューブいけ、ほっとけよな。日本の未来を背負うな。待てよ、夏休み、僕はというわけで、夏休みこれっぽちも宿題ができなかったんです。ちゃんと聞いたから、先生もう一回歌っていいかしら。できればやめてください。この夏休み思いっきり勉強したかったって同情引くような顔しますけど。ノリアス君って思わず同情しちゃいますけど、先生、ノリアス君のお母さんの学力より体力という考え方もわからなくはないの。でも少しくらいは学力つけなくちゃね。僕もやっぱりそう思います。事情はどうあれ、夏休みの宿題の読書感想文くらいは提出してね。はい、なんとかやってみます。ところで晴れブータちゃん元気。先生ね、ノリアス君が羨ましくて、あんな可愛いペット飼ってて。あれ豚が羨ましいですか。ええ、あんまり羨ましいんで、先生も思わずペットを飼い始めたの。豚。うん、亀。亀。あれ豚、和子先生亀飼ってるんだって。牛乳飲んだら図書館付き合ってね。顔も生かすわよ、晴れ豚ちゃん。晴れ豚、読書感想文書く本どれがいいと思う？ぷぎゅぷぎゅ。あ、どれどれ。快楽園。そういえば半年くらい前、この本パパが嬉しそうに読んでたような気がするし。どんな本かな。でも僕が読むには漢字が多すぎる。おお、それは日本人の心のふるさと浦島太郎。漢字も少ない、読まずとも分かっている安直な
ノリヤスくん、図書館は静かにね。すいません。あれ、ぷぎゅっ、そわ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 。和子先生、何慌ててんだろう。つけてみようか、なんとなく。ぷゆ。あれ、和子先生どっか曲がっちゃったかな。カズコ先生こそどうしたんですか。うちに帰ったら飼っていたカメのマリアちゃんが行方不明になってたの。僕たちもカメ探します。お願い、私はあっちを探すから、ノリアス君たちもあっちを探して。晴れ豚探そう。先生、別々のとこ探した方が良くないですか。先生もそう思うわ。じゃあ先生はあっちを探すから、ノリアス君たちはこっちを探して。はい、先生、僕たちも地上を探していいですか。逃げても無駄だ。ほら、裏返して。それで丸焼きにして食っちゃうぞ。してやる。ほらほら、地獄見せてやるぜ。あれは間違いない。幼稚園児たちが和子先生の亀をいじめている。本当に間違いないですか。うはいはい、好きにしてちょうだい。許さん、小学生としてズベシッと注意しなくちゃ。でもあの幼稚園児たち強そう。あー、行くよ行くよ、行くから押すなよ。君たち、なんだおじさん。おじさんってあんた、カメがかわいそうじゃないか。逃がしてやりなさい。親父うるせえんだよ。親父、確かに僕の方が年上だけど、幼稚園児に親父呼ばわりされる覚えはない。もう怒った。最近の若いやつは根性がないんだから。浦島太郎の話みたいに、助けた和子先生の亀が竜宮城へ連れてってくれるかな、なんて一瞬思ったんだけど、そんなわけないか。ブキュッ。やめろよ、そんなこと小さい。